九重町の牧の戸峠です。今朝地面には5センチほどの霜柱ができていました。大分地方気象台によりますと、今日は各地で冷え込みが強まり、最低気温は久須で氷点下 5.6 度、湯布院で氷点下 5.2 度などを観測。15の観測地点のうち8つの地点で氷点下となりました。もう降りた瞬間から肌が痛かったですね、はい、氷があってちょっとひんやり寒くて上の方期待できそうかなって。日中も気温は上がらない見込みで、最高気温は大分と日田で9度などと予想されています。明日の朝も気温は下がる見込みです。また県内全域には乾燥注意報が発表されていて、気象台は火の取り扱いに注意するよう呼びかけています。